あるいは飲み物。どうも、原田けせむです。今日12月14日は、ノルウェーの探検家が人類で初めて南極点に到達した日だそうです。ちなみに、南極観測隊員の皆さんは、毎週金曜日に必ずカレーを食べるとのことで、毎週火曜日にカレーを飲む私も、勝手にシンパシーを感じてます。というわけで、毎週火曜日のカレーのレビュー行ってみたいと思います。それでは、どうぞ。この動画はカレーを愛してやまない私原田け専務が全国47都道府県のお取り寄せカレーを紹介する企画です。今回のお取り寄せカレーはこちら、高知県四万十ブジュカングリーンカレーです。グリーンカレーということで、この動画でこういったエスニックなカレーをレビューするのは初めてですね。スパイスの効いたエスニックなカレーも大好きなのでテンション上がります。早速調理していきたいと思います。完成です。今週もいただきます。うまいぜよ。口に入れた瞬間はブジュカンの酸味が広がるのですが、すぐにスパイスの辛さがやってきます。私は大好きですが、お子様や辛いのが苦手な方にはちょっとおすすめできない辛さです。今週の原田けチェンジ、今回は追いココナッツミルクをやってみたいと思います。ココナッツミルクを足すよりコクが増します。美味しいのでさらに追いミルクしちゃいます。不思議なものでミルクを足してもさほど辛さは和らぎません。ココナッツの甘さとスパイスの辛さの相乗効果でスプーンが止まらなくなります。ごちそうさまでした。今回のカレーは辛さはかなり辛口、ルーはブシュカンの酸味でさっぱりしていたので、この辺にさせていただきます。今回の高知県で残りが33都道府県です。味変トッピングのアイデア募集中です。ぜひコメントください。今回紹介したカレーは高知県四万十ブシュカングリーンカレーでした。高評価、チャンネル登録お願いします。次回は徳島県マルハ物産徳島野菜カレーをいただきます。お楽しみに。君は一人じゃないよ、僕らがここにいるよ。いつも胸の中でずっと見つめ続けてるから、何もできないけれど、この歌